招待状。この度新婦うさぎと新郎仮面は生涯を共に過ごす決心をいたしました。つきましては皆様にぜひ出会いの式にご参加いただきたく、宿泊を賜りたく存じます。式場仮面のお城。これは何？ついに結婚することになったのね。もうそんな時なのね。彼はとってもスケベな人だから、この結婚が良いこととは思わないわ。あなたの言う通り、私はそうは思わないわ。あなたはただ彼を素敵な人だと思ってるだけだわ。あいつらが結婚するなんて信じられねえよ。あんまり嬉しそうじゃないな。オラが彼女のこと好きだって知ってるだろう。明日の夜は楽しいに違いないわ。誰か他に来る人知ってる？みんなこの結婚式に来るはずよ。すごいね、結婚式が楽しみだよ。幸せな結婚式になるはずよ。ちょっとそれどういう意味だよ。みなこ、みなこ、みなこ、みなこ。あたし何を着ようかしら。あたしのおっぱい大きくなってきたからもう会うものがないわ。スケベな男性を招待しなかったことを望むわ。私は素敵な女性と会うことを望んでいるわ。バイブレーターを持っていたら楽しいことになるから、絶対にバイブレーターを持っていかなくちゃ。行こうかどうか迷ってるの。だってたくさんの人がそこにいるでしょ。私とっても照れ屋だから。驚いて見えるわ。あなたが私の胸に期待してると思ったけれど、がっかりしているように見えるわ。もっと大きい方がいいかしら。トリシャーリア。あら、私の胸が好きなようね。あら、みんなはどこにいるのかしら。私早く好きすぎたかしら。そんなことないさ。僕たちの時間を楽しもうよ。今夜私たちが結婚することが信じられないわ。私は長い間あなたと結婚することを待ち望んでいたわ。僕もだよ。もう待ちきれないよ。でもあなたはとっても幸せそうには見えないわ。どういうことさ。僕だって待ちきれないよ。私はあなたとの初夜を待てないわ。とっても怖いから優しく抱いてくれること約束してね。僕もだよ。もう緊張してカチカチだ。ポケットの中にあるものは何？何か硬いものに感じるけど。もう勃起してんだよ。早くやらせろよ。
なんて言ったの？あ、違うよ。あの、携帯電話。うん。ただ、セックスのみという考えなしで、優しく愛してくれることを願ってるわ。当たり前じゃないか。僕だってずっとこの日を待ってたんだよ。君はもう僕のものだよ。まあ、ダーリン。あなたはとってもロマンチックな人ね。だから私はあなたを愛しているわ。だから私はあなたを愛してるわ。ああ、僕のことをよく知ってるだろ。僕はロマンティストなんだよ。あら、あなたの携帯電話？ん？何？あなたの携帯電話は動いてるわ。いいんだよそんなの。二人の時間を大切にしようよ。大丈夫よ。今夜特別に予定していることは何かしら？あ、ダメだ。我慢できねえ。ああ。あら、ちょっと言い過ぎちゃったみたい。多分彼はテレ屋さんだから、もっと気をつけなくちゃ。早くシャワーを浴びに行かなくちゃ。あなただと思わなかったわよ。誰だと思ったんだよ。どこかのスケベかと思ったのよ。いつも女の子は用心しなくちゃいけないの。だから私はいつもシャワーを浴びるときはスパナを持ってんのよ。私はね、軽いすぐ寝るの女とは違うことを知ってたよね。あんたは自分のしたことを恥じるべきよ。ごめんよベイビー。でも俺はそばにいたいんだよ。ほら、ん？私を誰だと思っているのよ。私は洗練された一流の女性よ。こっから出てけ。もしまたこういうことしたらあんたの股間思いっきり蹴るわよ。You make me randy. 気持ちいい。うっとまんね。Behave. Oh my god. なんかおかしいぞあれ。俺なんか忘れてるよ俺。私にはこのドレスちょっときついかしら。このドレスどう？
とてもよく似合うよ。いい感じだよ。あ、なんかちょっとお邪魔だったかしら。そんなことないさ。木々はざわめき、小鳥はさえずり、そして君は何よりも輝いてるよ。驚くことはないさ。僕の自慢の庭を野良に入れよう。あの、耳に鳥の糞が。何を言ってるんだよ。気にしないで。だってここんとこ大変だったの。手術をしたからとっても今感じやすいの。体がなんだか熱くなってきたわ。私の乳首が立ってて、この小さいドレスもっときつくなってきたわ。あら、何か変なこと言ったかしら。私たちお城に入るのにあれやらなきゃいけないのかしら。面白そうに見えるわ。私もやってみたい。あら、私たちも遅かったみたいね。行く行く。行った。あれ、なんだよまた。またいつもこうだよな。気持ちよく行かせろよ、畜生。恥ずかしい。親友の旦那となる人とあんなことするなんて、あんた自分のしたことと恥じるべきよ。そうよ、あなた一人だけで楽しんで。あなた誤解してるわ。私加えてないわよ。ただチャック上げてただけよ。自分の顔についてるものを見てごらんなさいよ。何のことかしら。でもあなたたち感じてるんじゃない？スカートの下が濡れてきたでしょ。あら、恥ずかしい。恥ずかしいわ。恥ずかしい。どうしよう、恥ずかしい。私たちがやってたことバレちゃったかしら。バレる理由なんか何もないじゃん。そうよね。でもあなたの顔なんかかかってるわ。君の顔にもなんかかかってるよ。これってセンシー。私の格好ってちょっと変かしら。そんなことねえよ。裸にネクタイっていうのはトレンディーだよ。それはそうと、パーティーにいい女来るかな。そりゃそうよ。今日は僕たちみたいな有名なアニメキャラがいっぱい集まってくるんだから。お前らまた去年のパーティーのようなことを期待しているんだろう。何のことだ。そうよ、一体何のことよ。とぼけるな。何のことか分かってるくせに。久しぶりね。どうしてたの。ほら、おめえのことばかり考えてオナニーしてた。だやだ、そんなことばっかり考えてたの。
もう恥ずかしい。何が恥ずかしいことはねえよ。もう一回やろうよ。なあ、覚えてるか？あなたたち何してるの？何も。ずっとそこにいたの？何にも知らないわ。今来たところなの。あなたたちがいることさえ知らなかったのよ。あなたたち何してたの？なんでそう思うの？何でもないの。ただね、なんとなくね。このお城ってすごいのよ。今から私についてきて。あなたの部屋を案内するわ。会えてよかったわ。オラもだよ。じゃないの？私見てあげる。なんか助けてあげようかしら。ちょっと見せて。見せて。あ、私何か助けてあげられるかもしれないわ。大きな足跡は何よ。この音は
けるぜ。よっ。もう私たちの結婚式の準備はできてるかしら。あら、ちょっと待って、誰もいないじゃないの。一体どういうこと。あら、あなたたちここで何やってんの。ちょどこ行くのよ。あ、ここで何やってんの。みんなどうなってんの。何がなんだかわかんない。あら、これ何かな。きっと悟空が忘れていったんだわ。この玉どこに入るの。ちょっとキャー、大きな金玉が私の中。ああ、助けて。キャー、助けて。Close my eyes. I'm scared to open them. あら、彼女どこ行っちゃったのかしら。やっと見つけたわ。ずっと探してたのよ。何があったの？ねえ聞いてよ。なんか信じられないことが起こっちゃったのよ。何がなんだか分かんないのよ。それってオーバーなんじゃないの。エレベーターでのことが頭から離れないんじゃないの。ちょっと見せてみて。一体何が起こったの。いやよいやよいやよ、ちょっとすごく恥ずかしいことだから。何かここに隠してるわね。あ、なんか動いてる。いやだってば。あ、なんか大きくなってきた。見せたくないのよ。見せてったら。ね、見せてよ。何があるのここに。ちょっと見せてごらんなさいよ。あ、何これ。どうしたの。言ってよ、何が起こったの。お願い、何なの。早く言ってよ。何どうしたのこれ。あなた男にでもなったの。何やってんのよ。何動かしてんの。やめてよ、もう。ねえ、何か感じるんじゃない。こんなのどう。あ、でも気持ちいい。やめて。あ、でも、あ、私たちとっても感謝しております。皆様たちに祝福されてこの結婚式を挙げられたこと、私たち決して忘れません。どうぞこの結婚パーティーを心ゆくまで楽しんでください。僕もみんなに会えて嬉しいです。だって素敵な女の子たちがいっぱいだもん。ここで去年の私たちの婚約パーティーの模様のビデオを皆様たちにご覧になっていただきます。
さあ、It's showtime! 用意はいいですか？